待たれよ。君たちはゼノイラ軍ではないな。武装した集団を通すことはできぬ。何者か。コルニア解放軍、アレインだ。我々はゼノイラの支配から世界を解放するために戦っている。我々と戦う必要はないはずだ。協力してほしい。なるほど。君たちの素性は分かった。だが思い違いがあるようだな。アルビオンはゼノイラの軍門に下った。今やここはゼノイラ領だ。そして誰も解放など望んでいない。なんだって。アレインだ。戦いを望むというなら今回は見なかったことにしよう。だが次にまたここへ踏み入るなら容赦はしない。しかれ。アレイン様、石膏が戻りました。町の様子ですが、かなり荒れているようです。どの家も金目のものはおろか、まともな食い物すら見当たらない。相当ギリギリの生活だぜ。徹底した徴収により、かろうじて命をつなぐ程度の物資しかなく、上と様々に倒れた者は死を待つのみ。民衆は解放を望んでいるようです。どういうことだ。先ほどの騎士と言い分がまるで違う。しかし嘘でごまかしているようにも見えなかった。何か事情でもあるでしょうか。いずれにせよ困窮する民を見捨ててはおけない。行くぞ。
イーナではなくてゲゲキャラは、ご命令を、王子の仰せのままに一緒で終わりにしてやる。さあ回復します。やめろ、魔力を見せる。魔力を見せろ。ラッグ、いくよ。回復しよう。掲げる。やられる覚悟はできるか。先生、メメラ、こんなのはどう？ほらよ、出てきましたぞ。それ恨みこなしたぜ。いいぜ、すぐ行く。私もお願いいたします。喜ばしい方です。いかがいたしましょう。行きます。お望みのままにいたしますが、向かいます。巫女の名にかけて。どうだ、これのままにある。
ぜ。俺にかかればこんなもんさ。なぜ誰も解放を望んでいない間と偽ったんだ。偽りではない。かつてゼロリが我が国を蹂躙した時、私はテテテテ危機に交戦し、最後の一人だろうと戦う覚悟だった。民たちも神聖なる土地を守るため、命を賭してダイレクトと誓ってくれた。だが、牢城が半年、一年と続くと、苦しみに耐えかねた民たちは、私の息子をさらに、私に幸福を供与した。まさか、そんな。そして、セロイラに言われるがまま、息子を殺してて育てた。不自由を明かすとして。なんでここ。私は、処刑を覚悟していたが、ゼロイラはそのまま、私に統治を任せた。私の怒りと絶望を利用しただろう。恐ろしい奴らだ。私は民が選んだ通りにした。そう、彼が選んだのは、不自由。思い出した。フォドキア様、私、小さい頃にあなたにお会いしたことがある。ご子息とも一緒に遊んだことがある。あの時のあなたは、とてもまっすぐで、温かくて、物の分からぬ子供の私たちに、両親のあるべき姿を熱心に語ってくださった。そうか。あなたは、美しく。なられた。息子のもとへ行く時が来たようだ。フォドキア殿、死ぬのはまだ早い。疲れた。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。どうぞご自由にかかれば。